来シーズンレース離れて充電しようと思うんだけど、どう思う？ K スタイルのマネージャーとしては予感はしてた。そっか。で、新人育ててみようと思うんだ。あの子ね。教えることによって新たな刺激を受ける。原点に戻ってね。どうだろう、龍一自身が決める問題ね。お父さん納得してくれるかな。説得してみるわ、あなたがそう思うなら。思い出すだろう。俺たちも随分ここで練習した。そうね。あいつここのとこ毎日やってる。プロになってから俺は峠を攻めることはなかった。アマチュアの聖域だと思ってたんだ。峠はプロが足を踏み入れちゃいけない場所だって。峠はアマチュアの聖域か。なんだか随分遠くまで来た気がするわね。峠はいつでも手の届く距離にあるのにな。裏を返せば不損だったってことさ。ある種のおごりで。そうかも。渋川の親父が気づかせてくれた。
ってのどけ。どかない。どけよ。いや、怖いの？2cm の触り位置。Thank you.
なかなかいい発信してるじゃないか。あいつ何企んでるんですかね。